ダニー・ジャルホさん、アトランティック・スターズについてはどのような印象をお持ちですか？前までは流行ったのは、数年前だし、チャレい人が履いているイメージで敬遠していたのですが、最近あのカラーバリエーションの豊富さに惹かれつつあります。ものはいいと思うんですけど、流行らせた人たちがちょっとなんかチャラい感じの人とかっていうか、見た目がね、なんか僕が言うのもなんですけど、なんかそういうちょっとなんかストリートっぽくない人たちに流行ったっていうのがあったから、なかなかちょっと手が出しにくいっていう人多いんじゃないかなと思いますね。多分そういう感じで、あの流行りにくいブランドって割とあると思うんですよね。ストリート的な感じで、なんかカジュアルじゃなくて、ちょっとなんかあのこういう一定の人たちしか履いたらあかんのかなみたいな風に思わせるような感じってあるじゃないですか。着る人を選ぶブランドっていうか、例えばビビアン・ウェストウッドとかそうですよね。割とビビアンってなんか、まあ、僕はね、そのピストルズとかの、パンク、ピストルズとかのっていうかピストルズが好きなんですよ僕。シドのなしの映画も見たし、シドの字でも買いましたしね。だけどそんなんとかも見てる僕からしても、やっぱりね、ビビアンって結構着る人選ぶなって思いますね。だからそういうのに近いなんかありますよね、その派閥じゃないけど、例えばロン・ハーマンとかもそうですね。ロン・ハーマンって結構ストリートの人着てないですよね、全然ね。ストリートっぽい人っていうか、ラッパーでロン・ハーマン着てる人ほぼ見たことないな。ブランド好きな人の傾向みたいな感じであるから、だから物の進化があんまり分からへんみたいなね、ありますよね。アグもそうですよね。アグって結構その、女の子の履くムートンブーツみたいなイメージあったけど、最近だったら結構男性物とかもね、カジュアルダウンして出してるじゃないですか。夏物とかもあるし。でもそんなんて印象全くなかったから今までね。でもこの前ね、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの、人たちがですね、アグの、宣伝というか広告でね、起用されてたんですよね。あれを見た時に、まあ、ヒップホップヘッズでありですね、自分でまあラップやったりとかビートメイクとかしてる僕からしたら、アグの見方がちょっと変わるわけじゃないですか、そんなことで。まあ、それぐらい影響力をね、ニトロの人たちが持ってるってことなんですけども、そういうちょっとのことでね、なしがありになったりするのも、これもなんかあれですよね、ストリートカルチャーのおもろいところですよね。おもろいところやし、なんか危ういとこというか、そんな感じもするなっていう気がしてて、ちょっと話ね膨らみすぎましたけども、言っていただいてるね、アトランティックスターズに関しても、ストリートとかそのスニーカー好きっていうところに、今まで受けてなかったけど、これからねなんか受けていくっていう可能性は全然あるんじゃないかなと思いますね。それこそだってスニーカーヘッズに受けるものって言ったら、ハイブランドのスニーカーは別にスニーカーヘッズには受けてなかったですからね。でもね、バレンシアガのアリーナが出てからぐらいですかね、結構ハイブランドのスニーカーもスニーカーヘッズとか、そのストリートコーデしている人たちが割と履くようになったりとかしたイメージがありましたね。だからね、なんかそういうのを考えると、割ともう今の段階でもだん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 ストリートって変わってきてんねんなっていうふうに思いますね。これはこうやからみたいな感じで思うと狭まっちゃうから、アトランティックスターズ気になってんねやったら、それで履き始めたら、もしかしたらそれが、まあ、新しいそのストリートとかスニーカー好きの人たちの中のチョイスする一足になる可能性はありますよね。今もね、あの履いてる人おると思うんですけど、中にはね。だけど、まあ、そんなに大々的な浸透してないけど、なんかなっていく可能性もあるのかなっていうようなところですよね。面白いと思いますよ。ぜひね、気に入ったものは履いていただいたらいいかなと思います。周りで流行ったらまた気になって、誰々が履いたとか聞いたら、え、マジでってなって、僕も買うかもしれないですね。はい、なんで、まあ、アトランティックスターズ気になってると買ってみてもらったらいいかなと思います。はい。